出産が近いと見られるのは円山動物園のメスのアジアゾウパールです。動物園によりますと15日に血液検査をしたところ黄体ホルモンが急激に低下。アジアゾウは黄体ホルモンが低下した後1日から13日平均3日で出産するといい、早ければ今日にも赤ちゃんゾウが生まれるかもしれません。動物園は象舎を一部閉鎖して24時間体制でパールの様子を見守ることにしています。象の出産は道内初となります。